ヤンバンデア・フーベン・ヤンファンデル・フーフェーンは、オランダの動物学者である。首長の、動物学ハンドブックはドイツ語や英語に翻訳された。爬虫類、哺乳類や昆虫、原始的な積作動物までを鑑名に解説した。ロッテルダムの裕福な商人の家に生まれた。1819年に、ライデンに移り、1822年の物理学。 1824年に医学の学位を得た。パリで暮らした後、ロッテルダムで家庭医として働いた。1826年にライデン大学の動物学と鉱物学の教授に任じられた。ドイツロマン主義に影響を与えたヨハン・ゴットフリート・ヘルダーやオランダ文芸復興運動のウィレム・ビルデルデークに尊敬し影響を受けた。19世紀までに科学の文化、 専門家が進んだ中で、ファンデルフーフェンは古いタイプの科学者でゼネラリストであった。専門的、理論的でなかった。1834年に博物学、生理学の雑誌を創刊した。中等教育のための生物学の教科書を執筆したが、ライデン大学でラテン語で講義を行った最後の教授の一人である。1860年に大学を退職した。 1858年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人に選ばれた。1864年にラテン語の生物学の教科書フィロソフィアズ・ロジェカを執筆した。風便は植物の学名で命名者を示す場合にヤンファンデル、風変を示すのに使われる。ありがとうございます。